力こそ全てだ。 俺は手に入れた。 圧倒的な力。この大会が俺の波動を飾る最初の一歩となる。 戦いの価値。俺は一人の女に出会う。 恐れることなく近づいてきた。 風間純、不思議な女だった。勝ち進んだ俺の前に現れた。生きていたとはな。まさかこの俺が。 島財閥当主の座に返り咲いたわしは、ある伝説を耳にする。古来より南米の奥地には刀身が眠るという究極の武を手中にできるという、その伝説にわしは魅せられた。しかし探索は失敗に終わる。 俺は母がいてさえくれればそれでよかった。なぜだ。
その頃、俺は母の遺言に従い、三島平八のもとに身を寄せていた。力だけを求めていた。圧倒的な力を。俺は平八に勧められるまま大会に参加した。そして奴は現れた。母の仇を前にした時、何かが俺の中で弾けた。力のためには血縁の死さえ厭わない。呪われた三島の地。あの時何があったのか思い出せる。仁の行方を追っていたわしは一枚の写真を入手する。そこには全身に火傷を負った男の姿が映し出されておった。間違いない、この男は。写真の男が和也だと確信したわしは、遺体の行方を追っていくうちに G 社という新興企業に行き当たる。 G 社は入手した和也の遺体から遺伝子データを解析し、新たな人体を生み出そうとしておった。事実を知ったわしは鉄拳衆を率い、G 社研究施設へと向かった。生きておったのか。やつを消せ、手段が問わん。まんまと取り逃がすとは。だが和也よ、三島財閥当主の座をかけたこの大会、無視することはできまい。舞台は整った。あとは お前も現れると思っておった、ジン。和也をしのぐほどのその力、わしがもらう。わしは諦めんぞ。いつの日か必ず。その頃俺は、あの時俺の中で何かが、50年前息子である平八から全てを奪われた男、三島陣八。かつて最強の剣士と呼ばれた男に俺は勝った。そう、力こそ全てだ。
当主となったジンは世界に対し独立と宣戦を布告した。ジンは言う。圧倒的な力で全てを終わりにすると。三島財閥の全世界掌握は時間の問題と思われていた頃、ジン社が三島財閥の前に立ちはだかる。その頃から俺はこの戦いに疑問を抱くようになっていた。俺たちのこの戦いは本当に正しいのだろうか。俺は志を同じくする者たちと共に鉄拳衆全兵力の半数を引き連れ、三島財閥からの反乱を決意する。そんな中、G 社はジンに莫大な懸賞金をかけると発表。 G 社の発表に呼応するように三島財閥は大会の開催を宣言した。大会が進行する中、ジンの行方を追い中東の遺跡に向かった俺たちは、太古の化け物アザゼルの復活を目の当たりにする。自ら戦争を引き起こすことで世界を負の感情で満たし、アザゼルを復活させ、アザゼルもろとも追消滅することで世界を救う。それがジンの真の狙いだった。果たしてそれは正しい道だったのだろうか。消息不明となったジンに代わり、三島財閥の当主に返り咲いた兵八は、デビルの力を持つカズヤをおびき出すため、ザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメントの開催を宣言する。その裏で消息不明となっていたジンを救出した俺たちは、アジトに潜伏しながら攻勢に出るチャンスをうかがっていた。やがて三島財閥とジー社による戦争は苛烈さを増していき、ついに平八とカズヤの戦いに決着の時が訪れる。貴様からは全てを取り戻す。戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけだ。決着はついた。しかしカズヤは三島財閥を壊滅させた後も世界を侵攻し続けている。平八亡き今、カズヤを止めることができるのは俺たちだけだ。ああ、デビルの力を持つ者として、カズヤは俺が殺す。
ラース司令、間もなくオペレーションライトニングを開始します。三島兵八が消えてから半年、ようやく掴んだチャンスだ。ああ、今日こそ世界の敵を撃つ。全てはあいつにかかっている。頼むぞ風間爺。世界に戦争の種をばらまいた大罪人が今さら何の用だ。三島和也、お前の存在が世界に争いを抜かせ。その戦争を始めたのは貴様だろう。全てデビルの血を根絶するためだ。貴様は自分自身すら否定するか。愚かだ風間陣。黙れ。罪を償わねばならない。デビルの力を持つ者として。貴様、俺が殺す。茶番はいい。さっさとデビル化するがいい。お前を殺し全てを終わらせる。ファイト。
様の負けだ。血を引いていながらこの程度か。俺を殺さなければより多くの人間が死ぬことになるぞ。俺はまた守れないのか。覚悟も執念もお前は全てが浅い。
Admiral, a few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile. Ignorez ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment.全世界の人類に罪ある。貴様ら人類は自ら戦うことを忘れた弱者どもだ。臆病者が作った社会やルールになぜおとなしく従う。バカバカしい。目を覚ますがいい。くだらぬ世界のルールを俺が書き換えてやる。軍事衛星が次々と撃墜されています。俺が支配する世界で生きる資格があるのは力を示せる者だけだ。ここに俺はザ・キング・オブ・アイアンフィストトーナメントの開催を宣言する。強き者はトーナメントに集え。己の拳で栄光を勝ち取るがいい。ただし力を示せぬ弱者は国ごと消えてもらうことになる。さあ全人類よ、世界を暴走で満たせ。風間の拳は。
It's been 1 week since Kazuya Mishima, head of G Corporation, shot down the key military satellites. While the militaries of the world are unable to function, the qualifiers for G Corporation's tournament have begun. The whole world is watching this tournament that gives power to the victorious country and levies penalties on the loser. ベッドの上は一週間で飽きたか？いつまでも寝ていられるか？どれぐらい動けるようになったか試してやる。殺すつもりで来る。その覚悟は見せてもらおう。ファイト。
人とも悪い知らせだ。リー、何があった？ジンの筋力、反応、すべての値が低下している。別人と言ってもいい。ジン、デビルの力を見せてみろ。瓦礫に埋もれた俺を助けてくれたそうだな、アリサ。感謝する。当然のことをしたまでです。ジンさんはみんなの希望だ。スケ、ジンさんの誰より強い意志と覚悟をみんなが知っています。あまり抱え込まないでくださいね。みんなの希望か。希望をつかむには俺の手は汚れすぎた。デビルの力について調査依頼している有識者とは近々合流予定だ。それとトーナメントを妨害する件だが、アリサを送り込むしかないか。待ってくれ。俺をトーナメントに出場させてくれ。俺のデビルの力は戦いの中窮地に陥った際に発言した。力が蘇るとしたらそれもまた戦いの中でだろう。カズヤ主催のトーナメントだ。ジーシャが仕掛けてくるかもしれん。それでも行くのか？デビルの力は必ず取り戻す。そして次こそは差し違えてでも奴を殺す。いいだろう。だが予選大会は3日後だ。それまでもう少しまともに戦えるよう準備しておけ。ああ、恩に着る。Now that you beat me. Yeah, I won't let him go unchecked. I'll give Kazuya a nice smack in the face. Here are the fighters that will move to the main tournament after winning the qualifiers for each region. First up is the European B Block. All eyes are on this next fighter, Lily from Monaco. The final tournament will certainly be one to watch. Next, the South American block winner is an MMA star who has jumped into the spotlight, Azucena M. Ortiz from Peru. Last is the North America B block winner. The hero who saved New York rises to the challenge again, Leroy Smith of America. It's an impressive lineup of fighters,
We'll be looking forward to seeing them in action. These exciting block qualifiers will definitely keep us all watching. 人類よ、戦いに教本しろ。世界を混沌で満たすがいい。準決勝進出おめでとうございます。はじめまして、ジン先輩。私レイナって言います。私も三島高専に通ってて、ジン先輩の噂いろいろ聞きました。あれ、完全スルーですか？私が次の試合で勝てば、ジン先輩の次の相手は私です。必ず勝ちますから、その時はお手合わせお願いします。はい、今のところ G 社の介入は見受けられません。で、彼の調子はどうだい？なんとか勝ち上がってはいますが。デビルの力が戻る様子はないか。ベスト4最後の一枠を掴んだのは無名の新人、レイナ選手だ。ジン先輩、勝ちましたよ。続きまして、準決勝第一試合を行います。レイナ選手は三島高専に退学中、入学以前にも不審なデータはありません。では、G 社の資格という線はなさそうですね。なんと瞬殺、監督のバラン選手、圧倒的強さで決勝へ駒を進めました。手ごわい相手ですね。準決勝を勝ち抜いたとして、今のジンが勝てるかどうか。ただいまより準決勝第2試合を行います。ようやく戦えますね、ジン先輩。私、試合の時は荒っぽくなるので気をつけてくださいね。レディーファイル。亡霊でも見たかのような顔しちゃって。貴様が覚醒する原因となった技、とくと味わえ。
を脅かすほどの危機がデビル化の鍵か。面白い。枝田ゴーさんです。ゴーさん、勝者風間仁選手。적당히몸이풀린것같군포로이몸이다시굳기전에싸우자고가자마진本気で고それでは始めましょう決勝レディーファイト。負けはしない。